こんにちは。僕のところによく来る患者さんで、親知らずも多いんですけども、顎関節症、いわゆる顎がカクカクなったりとか、歯ぎしり、食いしばりという方で来られる方が多いと思います。今日はそのことについて、僕が患者さんに説明することを、オープンにしようというふうに思っています。で、お口っていうのは、開けようと思うと、あーって開くんですね。で、皆さんその時に大きくお口をあーっと開けてもらった時に、自分の指です。自分の指で2本しか開かない人。これ、中居君のテレビとかも言いましたけど、2本しか開かない人っていうのは口が開かないということですね。大体普通3本。いきますよ。僕4本ぐらいですけど、3本ちょっと入ります。それが、2本も入らない人っていうのがいるわけですね。そういった人っていうのは、顎がクローズドロックって言って固まってしまっているということになるんです。で、その顎についてお話しますけども、頭蓋骨とか見てもらうとわかるんだけども、その漫画で書いたりすると、顎ってこの筋肉がなかったら下顎ってないですよね。よく頭蓋骨こうやって置いとくと、下顎だけ外してある場合もありますよね。というのは、これは顎っていうのはぶら下がってるだけなんですね。で、お口が開くときにはこう開くと思うんですね。で、先ほど言ったようにこういう形であって、ここ見ていただくと、これが耳の穴です。で、耳の穴に受け皿があって、これが顎関節。これが顎の骨ですね。顎関節があって、ここに受け皿があって、で、ここに耳の穴があるということになっているんです。で、開けるときに皆さん、どう考えるかというと、こう開くと思うんですよね。口開けたらこう開くだろうと思うんですけど、どっこい、こう開かないんですね。実際は25ミリ。お寿司を食べるぐらい。日本のいわゆる握り寿司をポヨッと入れるときに25ミリぐらい以上沸かないとネタとシャリを分けて食べないといけないという患者さんがおられます。それは25ミリぐらいなんです。この指のところでね。で、25ミリを超えるとこの耳のところが前方滑走します。ちょっと待ってね。こういってこう開くんじゃなくて、ここがですね、こういうふうに前にポッと前方滑走するんですね。ということはどういうことかというと、お口を開けるときにこの耳の穴の前のところに指をやって開けると必ずくぼみができます。で、このくぼみを感じたときに右と左の左右差、開くときに僕なんかスッと開くんだけど、これがガコガコというふうに開いたり、こっちの方が先耳がくぼんでこっちが残るとかいうようなことがあれば、顎関節症の始まりということになります。言ったように、これは耳の穴の前に置いてやるとこう開きながら前に落ちるんですよということが言いたいわけです。で、よくその時にカクンっていう音がする人がいる。で、これはどうしてそういう音がするかというのを説明します。耳のところの前に受け皿があります。で、ここに顎関節の頭があります。先ほど言ったように口が開く時はこう開くんではなくて、25ミリ開こうとすると前に落ち込みます。こういう形で開くわけですね。で、ここには関節円盤というクッションがあります。で、クッションのところにこういう形であるわけですね。それを上に向かってこういう筋肉が後で示しますけども、ぐっと噛んでる人っていうのは凝ってるから上に押し上げられます。押し上げられてそのままこうぐーっと持っていこうとすると、ここのところまで来て、で、ポンと外れることによって、これがポコンと戻るわけです。その時にカコーンという音がする。それがひどくなると毎日こうやってやられるもんだから、この前方に関節円盤が寄っちゃうわけですね。で、分厚くなります。ということは25ミリ以上開けようと思ったら、ここが突っかえて開かない。それが開口障害って言って口が開かないということなんですね。で、もっともっとこうなってくると、このクッションがボロボロになってきます。そうすると、ジャリジャリっていう音がします。痛みを伴うということになるんです。だから、顎がこんなして開いてる方とか、カコンっていう音が鳴ってる方とか、ジャリジャリまでいかないようにして、痛みが出る前に、いろんなことをしないといけない。じゃあ、どうしてそういうことが起こるか。僕は患者さんによく冗談で言いますけど、僕の田舎でもそうだけど、三つ星とかね、松屋とか、一応言っとかなかった。そこの嫌い時だとか、ある時に、子供の頃は、お母さんで、例えば、お土産、何かプレゼントを買ってもらわなかったら、皆さんどうしてたかというと、お母さんってむちゃくちゃ口開けてたんですね。で、今そんなことをすると、僕多分そんなことをすると捕まるんですよね。ということは、口を開けてない人が多い。で、なおかつ、
頬杖をついたり、まあパソコンでなんかするときに顎がグッと前に出たりしてカチンと当ててる人がいる。上の歯と下の歯を当てるっていうのは TCH トゥースコンタクトハビットっていう悪癖です。トゥースコンタクトハビットっていうのは、まあ、英語で TCH っていうんだけども、トゥースコンタクトハビット、要は歯列、歯の列、歯だけどね、それを接触させる癖がありますよということになります。で、歯のどういうことか、もう一回それ説明すると、皆さん立てたままでも座ったままでもいいから目をつぶっていただいて、で唇を軽く閉じていた、で前向いてボーっとしてた、その時に上の歯と下の歯は当たってないはずです。ここで当たってる人っていうのはこの TCH があるということです。でそこからカチンと当ててみてください。カチン、当てたら当たったっていうのが分かりますよね、皆さん誰でもね。それはどうなるかというと、歯のところの周りにある歯根膜から脳の方に神経で微細な電流が流れるから認識しますよね、ということなんですね。でそれを無意識に、全く意識せずにやってるとどうなるかというと、脳は、うん、学説ですけど、まあ、まず間違いなくてストレスを感じる。でストレスを感じるとすると、まあ、僕の脳だとすると、僕は例えばこう診療しながらも、この昔の僕ちょっとデブだから無理だけど、ここの後筋を噛むような癖があるとすると、脳はずっとストレスを感じているので、もう新谷って僕のことね、自分の患者さんも、患者さんが自分の脳が、新谷お前そんなに噛みたいんだ、夜中中噛んでやるわって言って、脳がストレスを感じることを夜中に発散します。そうなると起きてる時の5倍から8倍、体重の3倍ぐらいと言われているので、僕なんか数百キロ、うんうんうん、ってかけながら寝てるということなんです。これがこう歯がグググッと動くと歯ぎしり、動かずにと噛んだままで全く動かないと食いしばりっていうんですね。でそれを夜中中、まあ、あるいはいびきをかけながらってやってると顎疲れますよね。で疲れて朝起きるから口が朝開きにくいとかいう人は、夜中の食いしばりとか歯ぎしりをしているってことですね。食いしばり、まあ、歯ぎしりですね。それは全て TCH が原因で、夜中に噛んであげるわよって言ってストレスがかかることによってなるということになります。じゃあどういうふうにしたらいいかということなんですね。でまずあのね、ちょっと今もう一回宣伝しよう。はい、僕ね、僕ね3冊今まで、まあ、皆さん向けの本書いてます。はい、口の中のがんを自分で発見しましょうっていう本と、お口の中にはいろんな病気ができるよっていう本と、これ最後に噛み取れっていう本を出してます。でこの噛み取れっていうのが今からもう言う話ですね。どうするかというと、今のように子供の時はお母さんって言ってたから、それを言ってない。で、僕はあれだけども、オリンピックに出る水泳選手は こんな筋肉もりもりだけど、すんごいアスリートの筋肉って柔らかいんですね。で僕みたいにこうずっと診療して凝り固まってる人の肩とかもコリコリにむっちゃ硬いんですね。で凝ってる人の筋肉というのは、ここのところの側頭筋、この横ですよ、この横のところにあるでしょ、こうみたいなね、この側頭筋とか、ここ頬骨から下顎角に向けてここですよね、この骨が筋肉が、まあ患者さんによっては骨じゃないのっていうぐらいコリコリに凝ってます。肩こりのゴリっていうのと一緒です。でそれをアスリートはこうやって背泳ぎしたりとかやるから筋肉が柔らかいんで、ここを普段僕が今ずっと喋ってても皆さんこんにちはとか言ってないんですよね。で言ってないので、それが凝り固まるので、それを伸ばしましょうということです。だからまあうちは骨折だから女の人にもやってもらうけど、恥ずかしい、まあ大口を開けるのでね、でああっと開けて、思いっきり開けて、ちょっと息ができなくなるけど、あっと開けて5秒間ってやると、ここの筋肉が伸びた、血流流れたぞっていう感じが絶対あります。それからまあちょっとコロナでお亡くなりになったんで YouTube にふさわしくないかもしれませんけど、これアイン、志村けんのアインって顎を前出すんです、ここにね。で顎を前出すっていうことをすると、
ここにある翼突筋っていう、この筋肉が伸びます。アイーンを5秒間5、4、3、2、1ってやるわけですね。そうやるとこの周りの筋肉がほぐれてきて、これがほぐれてくるとですね、胸鎖乳突筋っていうこの首の筋肉とか僧帽筋、いわゆる肩こりの筋肉もすごく楽になってくるので、この噛み取りをするという、それと自分でマッサージ、この側頭筋とか後筋をマッサージするんですね。で、側頭筋のマッサージに関して言うと、ここですから、こうやって前から見るとこうやってこんな感じでゴリッ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 ってやってほしい。それから後筋に関しては胸骨臼から下顎角ですから、ここのとこですね、ちょうどここに走ってますので、これをゴリッ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 こうですねってやってほしい。そうするとマッサージ効果が出るので本当に良くなります。そんな感じだよということを書いたのがこの本です。で、まあ歯医者さんでそれ以外ないのかということを言うと、それとまあ先ほどちょっと話が戻りますけど、顎がこんなして揺れてる、上がってる人っていうのは、先ほど言ったようにこの子が詰まってます。で、もしも音が鳴っていて25ミリしか開かないということになって、こっちが詰まってると思ったらですね、こっち側の上顎骨、上顎を止めて下顎のこれをこうやってください。わかる？こうやるというのは顎をこうやるわけです。もう一回いきますよ。まっすぐ向いてこっち側に置いて顎をこう、口をそんなに開けずにこうやります。で、これは何をしているかというと、ここ見ていただいたらわかるんだけども、普通こう開くとか言いましたよね。顎をこっち側にずらしたら、ほらここスペースできたでしょ。映ってます？ここスペースができた。これが大事なんですね。そのことによって、先ほどクローズドロックで止まる理由はここ、こうなってここに関節線が詰まるよって言ったのが、顎をこっちに動かすことでポンとこっち外れるわけです。そっから開けてもらう。それから志村けんさんは本当に偉大でしたけど、志村けんのアインをした時どうなりますか？アイン、顎をアイン出すと、ここのところがアインってなるでしょ。わかる？ここ見て、アインやった瞬間にここスペースできたでしょ。アインって言った瞬間に詰まりかかっている関節円盤をアインって抜けるわけです。で、アインでアウアウってすると、関節円盤関係なしに開け閉めできるので、開口障害がこうやっていくと治るということになるわけですね。ですから、そういったことをまずしていただきたいと思います。口が開かない人はね。で、じゃあその顎が痛いんだとか言って歯医者さんに行くと、お、任しとけって言って歯医者さん、前言ったけど、まあいろんな歯医者さんいるんだけど、まあ歯医者さんがマウスピース、要はナイトガード、寝る時に入れるようなマウスピースを作ってくれます。で、そのところには大きく2種類あります。一つは柔らかいやつ、だいたいこんな感じ、こんな感じで買って入れるんですね。こういうのを作ってくれるんだけども、これには2種類あって、先生とか新谷歯科みたいに硬いやつ、それとグミのように柔らかいやつがある。で、いつもそういうグミのように柔らかいやつを持ってくる患者さんは、僕はその時に捨ててくださいって言うんだけど、自分が入れた、まあ、セラミックとそういうのが割れないためにはいいけども、噛みたいんです。歯ぎしりがある人は噛みたくて仕方ないって言って、脳がストレスを感じるので噛めって言うんですね。で、噛めっていうのをこの硬いやつで全部で受けて、歯ぎしりしようと思ったらツルン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 ってやったら治りますよね。噛みたいのに、ボクシングの、まあ、あるいはスポーツガードで柔らかいやつでグワッてやったら気持ちいいからもっと噛むんです。だから柔らかいマウスピースを入れるともっと悪くなるということが言われてる。だから柔らかいマウスピースを、まあ、その、まあ、いい歯医者さん、悪い歯医者終わったから、まあ、それはいいんだけども、硬いマウスピースを入れるようにしてください。それがすごく大事と。じゃあその他に手はないのか。言ったように、もう一回いきますよ。あ、開ける、顎を前出す、開けてやるという噛み取れ、マッサージ、そして歯医者さんに行ってナイトガードを作ってもらう。で、それでもダメだったら、要はここがコリッコリに固まってて上に突き上げてることが原因で、歯ぎしりも夜中に TCH をやめるって言っても無理な時は、その時に作るのがボトックスです。ボトックスっていうのは、こっちがアラガン社、これがノイトレックスっていう韓国のメーカー、こっちの方が安い、こっちの方がちょっと高いということになるんですけども、そういったものをこの後筋のところに打つんですね。で、後筋のところにこう打ってやることによって、筋肉がリラックスできるので、それで歯ぎしりとかないと。で、先生それ痛くないのって言うんだけども、まあこういうふうな1ミリの滑りクリーン用のシリンジ、
これを入れて、これ吸い取るのは別の注射器で吸い取るんですけど、これむちゃくちゃ細いんですね。ボトックスの針がどんだけ細いかというのをちょっと見ましょう。これはですね、輸血とか血液を吸ったりする時の18ゲージっていう針、あ、破れちゃった。この針はですね、こんなやつ。これは嫌よね。これ顔に打たれたら相当嫌。で、23ゲージがもう一個の針で、まあ場合によっては歯医者さんでこれで麻酔する先生もいます。こんな感じ。これもちょっと痛そうね。で、その次がですね、これ30ゲージ、これはもう刺さるようにこっち側に入ってますけど、これがうちで使っている麻酔、要は歯医者さんの麻酔。30ゲージはこれぐらいだったら痛くないかなっていう感じで、これがボトックス用の注射針ということです。ですから、まあ表面麻酔を専用する必要も、これは表面麻酔をして歯医者さん口の中で打ちますけども、これだけ細いのでこれを刺していくということになります。で、まあ面白い話がよくあるんだけど、美容外科の先生がエラにマッサージなくて打つこともあります。ボトックスの治療というのは欧米ではですね、もうデータが出ていて、歯ぎしりや食いしばりに対して120から、まあ、ホームページ見てもらったらその論文も出てますけど、120から170単位というのを打つって決まってます。で、ボトックスっていうのは一体何かというと、ボトックス。これは、ボツリヌス菌っていう菌を無毒化したものですね。無毒。で、その時に、アルブミン、聞いたことあるけど、アルブミンっていうのを使うよと、こういうことですね。で、要はボトックスっていうのはボツリヌス菌っていう菌をアルブミンっていう血液製剤というか、血液の中の最大のタンパクで無毒化したお薬です。で、120から170単位をこの後期に打つと歯ぎしりや食いしばりが治る、あるいは顎関節症が治るということがもう欧米の本当の論文に出てます。ただ日本の場合はですね、このボトックスというのは美容外科とかでこういうエラを張った人にポツポツポツと打つのが先行しちゃったということで、なかなか進んで、広まっていないというのが現実です。で、美容外科の先生は後期全体に打つんではなくて、このエラの部分だけ打ったりとか、で、美容外科はよくあるのは、こういう、ここの眉間のシワですよね。それを取るために、ここプツプツプツって打って、芸能人とか打つね、芸能人で打ったりすると、ここの上がらなくなるので、こういう状態でシワがないよということで打つ。で、ここに筋肉ってあるかどうかわからないでしょ。それでポツポツポツとちょっとだけ打って、たくさん打ちすぎると今度目がこうなっちゃうんですね。眼瞼下垂ってこう上がらないから目がこう垂れちゃうということがあるので、本当にここの表情筋にちょこちょこっとしか打たないんで、そのお金のままここに打つもんだから、あんまり効果がなかったりして、まあ美容外科って相当高く取るので、だからボトックスで相当高いんだけども、その中でもちょこちょこっと打って、まあ、怒られるね、これ以上言ったらという感じなんですね。で、欧米じゃなくて日本の場合、日本というか欧米の場合は120か170単打つんだけども、これをうちの価格でやると12万とか17万かかります。で、この IU、 これ何かというとインターナショナルユニット、国際規格ということになります。要は何ミリグラムじゃなくて、これどうやってやるか僕もよくわからないから、力か、どんだけの力があるかということ。だからインターナショナルユニット、だからその、ボトックスを無毒化した後に調べてみて、筋肉をどれだけ緩むことができるかということで、この力かというのが決まっていると。その利き力かで、まあこれを言ったように、それはまあ男の方で100単位打つ人もいるんだけど、うちのところではだいたい日本人は別にアーノルド・シュワルツェネッガーじゃないと、こんな筋肉ばっかある人じゃない、女性も多いので50単位打ちます。それでもって言うと悪いけども、うちの価格で5万5000円ぐらいかかる、まあ、消費税 10% にしてね、 10% の消費税でねかかります。で、それぐらいかかって、それが韓国製で、アラガン社のやつになるともうちょっと値段が上がるので、もう原材料の上がる部分だけ違うだけ1万円プラスということになります。で、まあそれぐらいのところで打つんだけども、今言ったように何かしか打つと本当にそういう意味では楽になります。で、ちゃんとこういうボツリ抗菌ボツリヌス菌治療という、その僕が輸入しているところからこういったようなパンフレットも出るぐらいちゃんとしたスタンダードな治療なんだけど、なかなか進んでいないというのが現実です。
どうしてかというと、歯医者さんの多くは美容外科の真似事をして抗菌のとこ打ったらとかいうということと、僕のように口腔外科やってない先生は口の中は歯医者さんピシャッと打つわけね。ここに打つの怖いのよ、歯医者さん多くは。で、怖いからどうするかというと、これ見たら分かるように、こんな短い針なんですね。でもうガサッと刺すしかないんですね。ここはちょっと怖いけど、これを怖いもんだから斜めに刺すのよ。ということは皮膚に刺してて筋肉に当たってないのよ。だから抗菌のボトックス治療を、まあ慣れてない先生のところでやると、打ったけど全然効かんと、なんかブツブツとなったという話があるんです。だから抗菌にちゃんと届くように打つということが、まあどうせこんな高いお金払うんだったらやった方がいいよということです。ただいいことが悪いことっていうのは本当にあって、先ほど言ったように悪いことを言っておきます。いいことは本当に楽になったりとか効果があるということは本当にあるんだけど、歯ぎしりとかもなくなるとかいうこともあるんだけど、悪いこととしてはこのアルブミンということは、これは純血液製剤ですね。純血液の製剤ということになります。ということはですよ、C型じゃなくて、まあ、例えば B 型肝炎とか、B 型肝炎とか、それから HIV、AIDS とか、こういったのは絶対にありません。検査できるから。だけど、ヤコブ病、狂牛病ね。ヤコブ病、いわゆる狂牛病、これは、狂牛病ね。これのリスクというのはゼロではありません。また、血液の中の未知の、まあ、今回のコロナでもないけども、未知のウイルスとかそういったことに対しての安全性というのはゼロではないので、それを知ってやっていただく。ただ僕は家族に打たない治療、しない治療はしないということを考えると、年間200万人、年間ですね、世界ではうちのクリニックで200人ぐらいかな、200万人から400万人ぐらいの人が打ってるわけだけど、WHO の報告でこういうヤコブ病にかかったよとか未知の感染症にかかったという報告はありません。 WHO が嘘言ってなかったらよ、まあ、UFO みたいに隠しとったらしいんけどね、まあ、UFO があるかどうかもしれないけどまあこれぐらいやってるので、まずそういうリスクというのはすごい少ないだろうということが僕は思います。ですから、まあ有効な、まあ、治療ということになります。ですから、もう一回最後にやりますけど、顎の、まあ、悩みがある方っていうのは、まず筋肉マッサージ、お口を開ける、顎をグッと前出す、グッ出して開けるっていう髪トレ、筋肉マッサージ、それから歯医者さんに行って硬いナイトガード、硬いマウスピース、そして最後に仕方なかったらいろんなところでネットで探してもいいから、ボトックスをちゃんと打ってくれるところということをやってください。で、まあそんな感じで言ったらいいと思います。だから、まあ最後にもう一回ボトックスをすると、高いということとリスクがゼロではないということ。後の副作用はね、チクチクチクとするのと、内出血が、まあ血管外すんだけど、内血、これぐらいの内出血ができます。できることがある。一緒に見ると、ちょっとね。で、それは女性の方は、まあ、化粧で直していただいてもいいし、まあ、直後に化粧もできますので、まあ、こういうボトックス治療というのも、一つ考えられてもいいんじゃないでしょうか。ということで、顎の悩みがある方っていうのは、今言ったようなことを自分でできることは全部して、歯医者さんに行ってやってもらうこともして、で、特殊なところのボトックス治療やるところもしてということで、それ以上の治療ってあんまりないと思うので、ちょっと頑張ってやっていきましょう。以上です。